はい、こんにちは。スチーム版のブラスクプレイしていきます。で、今日はね、初期武器、スチーム版はこのタボール21、ター21か、が初期武器となっているんでね、これを使っていきます。ほうほうほう、なんかまあ素直な感じですね。まあ、日本版と同じく若干威力が低い感じに設定されてるんで、まあ同じ感覚で使えそうな気がするね。おー、すげえよ。4人も、5人いるか。赤点5。フラグを投げても逃げる気配がない。一人やる。ラインがだいぶ上がってるな。リスポン地点に固められてるか。おっとおっと、見られた。動いてねえな、そこ。うんうん。まあまあ、精度は結構いいかな。ただ、やっぱ威力が低いね。うんうん。挙動自体は素直なんでね。日本版と同じ感覚で使って問題なさそう。で、ブラスト。このマップはね、結構面白いね。こうやって裏取れる場所があるんでね。あんまり一方的な展開にはなりにくいマップだとは思ってるんだけど。おーっと、もう一人倒してるんです。ちょっとだいぶ押してる感じはあるな。まあ、10対22、今の時点。この真ん中から、主要に入って、ここ左右から敵が出てくるんでね。結構このマップは、個人的には好きですね。あとなんか、陣営による有利不利があんまないんでね、左右対称なんで。その点も、いいマップかなと。あ、入ってくるかな？待機。おっと、ちょっとクソヘムだな。やべ。あー、まずいな。弾がない。入ってくるでしょ？入ってきたところ、ジャンプ打ちしていく。で、横から狙っていく。なんだあれ、全然気づかれてねえんだけど。あー、やられた。ひどすぎる、これ。まあ、まだ始まったばっかなんでね。ブラックスクワットとか FPS 自体そんなにやったことない人が多いと思うんで。まあ、こんなボコボコにはなっちゃってるんですけど。まあ、みんなもね、立ち回りを覚えてったらいい勝負になるんじゃないですかね。ということで、ちょっと裏を攻めていきましょう。ここね、たまに、おお、しゃがんでる。あー、二人目がダメだったか。もう一回行こう。もう一回、裏を取り。スチーム版ブラスクで、なんか重い重いってるけど、なんかそんなに重い感じはしないんだよな。あ、まあ、ただね、ちょっとラグはあるかもね。操作してる分には全然重くはないんだけど。え、どこどこどこ後ろか。なんか隠れた、ちゃんと撃たれ、敵に撃たれたから隠れてんだけど、隠れた後で死ぬみたいなね。そういうラグは若干あるね。ピンが確か180ぐらいかな。まあ、二桁ね、目指したいんだけど、まあ、サーバー的に、二桁は難しいかな。まあ、アジアサーバーがね、今度追加されるらしいんで、そっちの方ができたらね、そっちのサーバーでプレイしていこうと思います。あ、そういえば日本版のブラックスクワットがサービス終了するっていうのをこの前見てね。あ、やっぱり終了するんだなって思いましたね。あんだけね、アップデートがなくて更新もなかったから、まあ、終わるんだろうなと思った。予想通り。まあ、10月末で終わるんで、まあ、意外と持ったかなっていう感じです。おぉ、びっくりした。目の前にいる。さあ、このハンドガンもあんま使ってないんだけど、どうなんだろう。ハンドガン縛りで遊んでみるか。あ、いる。よし。ヘッドネイリング。うわぁ、ダメか。まあ、初めて使う武器としてはいいかもしんないけど、ちょっとね、威力が気になるかな。これやったらシグ使ってた方がいいかな。まあ、いまいちね、しっくりくる武器がない。まあ、シグぐらいしかないんだけど、他の武器とかどうなんだろう。EF88 とか。安定武器がね、いまいち、わかんないんだよね。なんか日本版ブラスクでいう、HK41 とか。
あれに変わる武器がまだ見つかってない。おーっと、目の前に敵倒して、奥いない。あ、いた。味方やってくれた。キースポン横から入って、一人倒して。ここ面白いな。ロングを見てるんだよね。みんなロング大好きだな。スナイパーライフルを持ってロングに行く人がたくさんいるかと横から撃ち放題なんだ。しょうがない。ちょっとロングを見てやるからさ。うぃー。一人やってく。で、リロード挟んで。おっと、ちょっと細いんだけど、なんとか一人やる。もう一人。背中ばっか撃ってるの、さっきから。赤点の中に入ってた。あ、そっち？どっちどっち？どっちどっち？わかんねえ。ああ。時計回りか。さて、71対109、ちょっと一方的な感じにはなってしまっているが、裏があんまり来ないんだな。お、爆弾。おーっと、手前。びっくりした。で、奥。はい、あいつをヘッドショットしていく。お、どこだ？いた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 。一人やる。で、中に、あ、中味方もいるから大丈夫か。で、戻って曲がったとこに一人いるな、わかってるわ。味方がやってくれた。で、奥。これですよ、これ。これですよ。これだよなぁ。こっち誰も見ないんだよなぁ。もうやりたい放題なんだけど。そっちか。こっち見ればいいか。おっと、敵が。あ、二人いるのか？こっちで三人いるから大丈夫っしょ。ああ。こっちの方が心配だな。おっと、背中を打って、もう一人。あ、ダメか。まあ、タボルは相変わらず使いやすい武器ですね。もうすげえ攻め込んできてるし。奥にもいる。あー、ブロードちょっと当たりにくいな。まあ、この距離だったらちょっときついかも。ん？後ろ？後ろから撃たれた気がする。さあ、中央抜けて。あ、素通りしてったぞ。マジか。イエーイ。イエーイ。これひどすぎるよ、ちょっと。あ、いたいたいた。おらーおらおらおら、あ、集中力が、あ、終わっちゃった。はい、てな感じで、もう勝ちですけどもね。もう多分慣れてない人が多いんで、こんな、なんか変な感じになっちゃったんだけど。タボールはまあ普通かな。まあ、ちょっと使って慣れたら違う武器に乗り換えた方がいいです。ということでね、今日は以上です。